このグロース売りがいつまで続くのかを確認するために今の相場を振り返りたいと思います。パカラパカラ、皆さんこんにちは。うまちゃんこと経済アナリスト馬渕真理子です。このチャンネルは金融に関わる情報や株式投資のトレンド、皆様からのご質問にお答えしていきます。今日のメインテーマは第8回から続いているグロース株の売りですね。成長株の売りが今加速していて、グロース売りはいつまで続くのか、これをメインテーマでお話ししていきたいと思います。そのためにですね、まずこのグロース売りがいつまで続くのかを確認するために今の相場を振り返りたいと思います。そして年初からボラティリティが高まった一つの背景にあるのが FRB のバランスシート縮小ですので、この点についてもちょっと詳しく解説させてください。そしてこのバランスシートの縮小が株価にどんな影響を与えるのか、過去事例を用いて解説していきたいと思います。でまずですね、1月4日から7日までのこの1週間を振り返りたいと思います。この収録時点が1月10日ですので、公開日が、ね、ちょっとスケジュールとして遅れていて、少し相場と状況が違うかもしれませんけれども、ちょっと年初の動きを今一度確認したいと思います。実はやっぱり相場を見ていくときに過去を振り返る回顧録って結構大事だなと思うので、それを皆様と一緒にしていきたいと思います。でね、特に第8回はスタート良かったんですけれども、その後ね、結構株価が大きく下落して、マザーズ新興市場もね、2日で 10% とか下げるような状況があったのですね、ちょっと辛いというか、私も毎日見ていて気持ちがちょっとどんよりするような相場展開が続いているなという感じです。でまた1月6日日経平均800円安というところで大きくニュースもありましたね。で今年からちょっとね、皆様と一緒に共有していきたいなと思っていることがあって、私今月1月17日の月曜日からラジオ日経でパーソナリティを務めることになります。株の番組で、実は女性のパーソナリティって久しぶりだそうです。なので結構責任があるというか、本当に嬉しい気持ちと責任感がすごくあるなっていうところで頑張りたいなと思っています。で2人のパーソナリティ、リーコミさんこと坂本さんと一緒に2人のパーソナリティでやるというような番組なんですけれども、これまではねアシスタントというか番組コーナーをナビゲートする役割とかで出ていましたが、パーソナリティというのは人生初ということですので、結構頑張らないといけないなっていう思いと、まあ、久しぶりの女性パーソナリティだというふうに聞いてますけれども、これは単純に男女同行というよりも金融業界に女性がまだまだ少ないということで、そういったことが由来なんだとは思いますけれども、ちょっと頑張りたいと思っておりますので、月曜日ね、毎週私ラジオ日経でお話しさせていただきます。で、まあ、そういったこともありました。改めてこう自分の中でいろんなものをインプットしてきていたんですが、もっとそのインプットしたものをアウトプットを前提に整理しなければならないなってより思うようになったんですね。で今年から始めたことで、ちょっとこの YouTube でも皆様とねこれから共有できたらなと思ってるんですが、本当に簡単なその日その日に起きた大きなニュースというものを Excel でタイトルと URL でまとめてるんですね。でその横に実はその日に動いた株式銘柄みたいなのを Excel の1枚のシートにしているんですが、この YouTube ではまずはその日にこの1週間で起きたニュースの話題をちょっとざらっとこう共有するっていうこともまあ価値のあることなんじゃないかなと思って共有していきたいと思います。これがこの1週間で見られたニュースですね。1月4日にアップルの時価総額が3兆ドル円に水できたと、東証一部の半分に迫るんだというようなことですね。そして1月5日で大きなニュースで言いますと、こちら岸田首相が再エネ普及に関連して送電網を強化していくということを発表しましたね。これに関連して電線に関する銘柄がね結構動き始めているなということです。さらにトヨタがねアメリカでの販売台数 GM を抜くというような、まあ嬉しいお話もありましたが、実はまあこれに関してはツイッターとかでもつぶやきましたけれども、過去にトヨタが勢いよくアメリカで販売台数を伸ばした時に輸出規制をかけられるというような過去もあって、なかなかねナンバーワンというものを誇らしく大きく歌えないというふうな、そういった立場でもあるということはちょっととどめておきたいなと思っています。またさらにソニーもね EV いよいよ本格参入というニュースもありました。なのでまあこのあたりね、トヨタソニーあたりが非常に
常にこういいニュースを出してきているので、株式市場でも好感されているのかなというところです。はい、そして1月6日に関してはそうですね、やっぱり800円安ですかね、日経平均800円安、 FRB が早期利上げをしそうだ、さらにバランスシートの縮小後ほど述べますけれども、このあたりがね影響して日経平均が大きく下落したというところですかね。さらに1月7日に社説が出てました。日経新聞の社説でアメリカの自社株が非常に多いというふうな、ね、ニュースもあったので、自分が気になるニュースを日付とともにタイトルと、そして横に URL をつけてストックをしていくということを今やっています。さあ、そして一つ前の動画ですかね、ボラティリティが高い相場になった時、あるいはちょっとね不透明感が強い時は新高値更新をしているような銘柄をチェックしましょうと、直接それを買いに行くのもありだけれども、そういった新高値更新をしている銘柄をチェックすることによって、今投資家はどういう気持ちなのか、今どんなところにお金が流入しているかなっていうことを肌感覚をキャッチすることができるんですね。そこで1月6日に800円安をしたので、その時に年初来高値を更新した銘柄をリストアップしてみました。で、比較的以前の動画でもお話ししましたが、大きく下落したタイミングでこういう風なリストを作っておくというのは私なりにしていることなんですね。で、次々ね日にちが例えば更新されてしまうので、その日のうちにしないとデータが探すのが大変になるので、面倒くさいかもしれないですけど、まあこれをやりたい方はその日のうちにストップしておきましょうということです。で、1月6日大きく下落したにもかかわらず、年初来高値を更新した銘柄たちをここに集めました。で、ここからちょっと言えることは、やっぱりそうですね、配当利回りが高いところが物色されているなという印象を私なりに受けました。で、利回り 2% 後半以上のものを黄色にチェックしたんですけれども、こんなにあるわけですよね。で、また業績もいいところですね、住宅関連、積水ハウスであるとか、あとはそうですね、商社ですね、三井物産、住友商事、三菱商事、ここが非常に配当が高いと、三井物産は 3.4%、 住友商事は 5% 超え、さらに三菱商事は 3.7% と、利回りが非常に高いというところで株価が好感されているなというところですね。また金融保険ですね、利上げがアメリカの方で向かうのであれば、金融のところも注目なんじゃないかというところで、オリックス、第一生命、東京海上、このあたりが物色対象となって、かつ利回りも高いというですね。まあ、こういったところちょっと頭に置いておきながら、今投資家は全体的にこういうふうな方向に向かっているんだなっていうところをちょっとね振り返っておきたいと思います。で、ここまでがね相場感のまあ振り返りなんですけれども、じゃあグロース売りがいつまで続くのかというシナリオをちょっと私なりに立ててみました。はい、こちらのスライドになります。バランスシート縮小については後ほど、ね、詳しく解説いたしますが、まず今 FRB が思ってたよりバランスシート早く縮小させるんじゃないかっていうふうなニュースが懸念されて株価が下落しているわけですね。で、今はバリュー株、まあ、比較的硬いというか、まあ、バリュー株の方が好まれるようなサイクルになっているわけなんですね。で、このまあ時期がどれぐらいまで続くかというと、やっぱりちょっとオイルマネーの状況も見なければならないのかなと思って見ています。昨年原油の値段が上がりましたよね。これによってまあ中東を含めオイルマネーの方々が儲かっている、黒字が出ているということなので、ここのまあ資金が株式市場に流入してきているんですよね。宗教的な問題でアラブの方々っていうんですかね、あまり利付き債権というものをある期間は買わないっていうふうな、そういうような宗教的な問題があるようなので、債権よりも株を今買っているようなので、結構ぐっと株式に資金が流れているようです。で、特にそれが、まあ、固めの銘柄ですかね、バリュー株に好まれて流入しているようなんですよね。そうなると、その方々に釣られる形で他の機関投資家、あるいは個人投資家も似たような動きをしなければならない、大きなお金が動いているので、そういった動きが続くとすれば、毎年大体こう2月ぐらいまでこうオイルマネーの流入っていうのがあるようなので、2月ぐらいまではちょっとこのサイクルが続く可能性があるというふうに見ています。なので無理にちょっと下落したタイミングを狙ってグロース株を買うのはありかもしれませんが、様子見でもいいのかなっていうふうには思っています。ただしいずれ反発する、相場はグロースバリュー反発、あるいはこれまで売られていたものが買われるっていうサイクルがあるので、しっかりとウォッチはしておく必要はあるんですが、まあ、焦らなくてもいいのかなというふうに見ています。
います。なのでオイルマネーが入っている2月ぐらいまではちょっとこの感覚の相場感が続く可能性があるということですね。で、それがまあ抜けてきて、これから岸田さんが7月に参議院選挙を迎える中で、多分おそらくいろいろ政策を事前に打ち出すはずなんですね。で、3月に予算が組まれることを考えれば、3月、4月頃に大型の何か公共投資的な予算が組まれる可能性があると考えるべきなんですよね。なのでそのあたりからちょっと潮目が変わってくるのかなと思っていますので、まあ、3月4月頃からですねちょっと潮目が変わってきて、例えば公共投資、大きな公共投資を行いますみたいなことを選挙に向けて発表すると、それは株高につながるので、グロース株の売りのまあ時期に関してはこれぐらいの期間をちょっと見ているということです。ただしまた状況が変われば YouTube でちょっとご報告したいと思います。で、なぜこの今私がこの岸田さんのお話をしているかというと、岸田さんはいろいろ所信表演説を10月8日にされて、そこからいろんなことを手掛け始めていらっしゃる。少しずつちょっと何をしたいのかがちょっと分かりつつあるので、ちょっとお伝えしたいと思います。で、岸田政権のやろうとしていることはこちらなんですよね。科学技術の振興と経済安全保障、そして重要インフラ整備を取り組みますというふうに発表しています。で、この科学技術に関しては大学ファンド10兆円がもう具体的に出ているわけです。さらに経済安全保障はもうすでに動いていますよね。台湾の TSMC を誘致していて、そこに対して予算をつけていくというふうなことが発表されています。で、重要インフラちょっと出てきましたね。送電網のお話とかが出てきていて、ここをさらに一歩強化してくる可能性があるんですよね。で、前々からね、株式市場の大きなテーマである国土強靭化ってありますけれども、日本は随分と道路とか橋とかそういったものが老朽化してきているというのは皆様ご存知かと思います。例えば台風が来たりとか、まあ、大雨が来た時にちょっと電線がすぐ倒れたりとか、あるいは橋が崩落したりとか、いろんなニュースをこれまで見てきました。日本はインフラが老朽化してきているので、ここは早急に対応しなければならないんですね。なのでこの重要インフラ設備に対して大きな予算が3月4月頃に出てくる可能性があるということです。で、これに引っ掛けて株式市場が転換するというシナリオを一部持っているということをちょっとお伝えしたいと思います。はい、ここまでがグロース株のどれぐらいこう相場が転換していくのかというシナリオをお伝えしてきました。で、ここからは FRB のバランスシート縮小の話をしたいと思います。で、今株価が大きく下落というか大きく動いている要素の一つとして、まあ、FRB が発表した議事録ですね。昨年12月に皆さんで議論していた議事録が公開したわけです。1月5日に。じゃあその中身を見れば、利上げ結構早めだなっていうことはもちろんあったんですけども、 FRB のバランスシートを縮小するということも議論していたんだ、思ってたより議論してたってことが分かったんですね。で、みんな、ああ、これはちょっと、まあ心配だなというところで株価が売られているということになります。なので、ちょっとまとめておくと、まずテーパリングはもう開始していて、これをまあ3月には終えて、で、もしかしたらこの3月に利上げがスタートする可能性があるということです。そして3つ目がこのバランスシート縮小も早期に始める可能性があるということなんですよね。なぜこんなことになっているのかというところなんですけれども、まずこちら、FRB のバランスシートの過去の推移を持ってきました。で、1つ目のね、矢印なんですが、これはリーマンショックの時に FRB が金融緩和をしてバランスシートを拡大したというふうな推移です。バランスシートの拡大の意味合いは、FRB が例えば国債とかを買いますよね。買うと資産を持つ。つまりバランスシートの中に資産が入ってくるので大きくなってくるんですよ、バランスシートが、っていう考え方です。だから資産を持っているっていうふうに認識していただければなと思います。なので FRB はリーマンショックの時に、まあ1兆ドルぐらいから4兆5000億ドルぐらいまでバランスシートを拡大したんですよね。で、その後キュッとこう下がってます。バランスシートを縮小させていったんですが、コロナが始まったので4兆4000億ドルから8兆6000億ドルにまでバランスシートを急拡大させたって、これがちょっとやりすぎたんじゃないかってみんな思い始めているというか、まあ、思ってるんですよ。
なので、まあ、早期にこれを縮小させなければならないという議論が今話されているということです。ですので今回のコロナのこの量的緩和の金額は正しかったのかっていうようなことがね今議論されているということなんですよね。でなぜこれをまあ議論しているかというとこちら CPI のデータなんですけれども、こちらもリーマンショックの時とコロナの今をこう比べるように持ってきました。で明らかにこの CPI ですね、消費者物価指数、物の値段がコロナの後の方が上がってるんですよ。アメリカでは 6% 台を達しているので、7ヶ月連続で 5% 以上伸びを続けているということなので、ちょっとねその賃金ももちろん向こうは上がってますけれども、それに追いつかないということなので、これは問題だというところで早期にまあ利上げ、早期にバランスシート縮小しようという議論になっているわけです。でここでお伝えしたいのは、皆さん結構プロの方というかね投資歴が長い方がご覧いただいているのでご存知かと思いますが、初心者の方もご覧いただいているのでお伝えいたしますと、金融緩和を正常化していく、経済を正常化していく時のやり方、金融緩和の正常化には3段階あるということなんですね。テーパリングと利上げとバランスシートの縮小、3段階あるということなんです。で一つ一つお伝えすると、まず今お伝えしたように FRB は資産を購入していってるわけじゃないですか。毎月この資産を購入する額自体をまず減らしますよっていうのがテーパリングと言います。量的緩和の縮小です。これ今行っています。で次に行うのが利上げですね。金利を上げていくことによって、金融引き締めの方向に持っていくというやり方です。で最後がですね、この FRB が持っている資産をまあ離していくというか売却していくという方向性ですね。こういうふうに3フェーズあるということをまずご存知いただければなと思います。で特に今回はこのバランスシートって縮小に関してはもうちょっと先なんじゃないかと思っていたら、いやいや早かった、議論されているということで皆さん心配したわけなんです。じゃあこのバランスシート縮小が株価にどんな影響を与えるかというと、過去の事例を見るしかありません。リーマンショック後のアメリカの株価 S&P500 の動きを持ってきました。テーパリングが行われた時期、利上げ開始時期、そしてバランスシート縮小の時期、それぞれ印をつけて株価の動きをこのように作りました。でこれ見ますと、実はテーパリングから利上げの時期は平坦なんですよね。かつ利上げからバランスシートまでこの時は期間があったんです。2年ぐらい期間があったので、むしろ株価上がってるんですよ。だけれども最終的にはここバランスシートが縮小していくので、全体的に縮小していくにつれてやっぱり持たないってなって株価がまあ 20% ぐらい下落した過去があるんですね。でこれがギューッとこうスケジュールが今回は圧縮されるわけなので、結論株価下落するんじゃないかってことに皆さん連想したわけですよね。でこの時のことをみんな覚えているので、皆さんもちょっとこのスライドを頭の、まあ、イメージに置いておいてください。つまり結局やっぱりバランスシート縮小を起点として株価が下落するんだっていうことをみんな心配していて、今ちょっとね警戒感が高まっているということをちょっとお伝えしたいと思います。はい、今日は皆様と一緒に、まあ、グロース株がいつまで続くのかという、まあ、期限についてお話しして、なんで今そんなことが起きているのかというところで FRB のバランスシートの縮小について詳しくですね、何が起きているのか、そして過去事例を用いてお伝えしてきました。今私なりにこういろいろ考えているシナリオをお伝えしましたが、まあ、これが例えば更新されたりとか変更されたら、またこちらの YouTube でお伝えしていきたいと思います。ここまでご覧いただきました皆様ありがとうございます。前回の動画でチャンネル登録していただきました皆様ありがとうございます。これからも株式投資に役立つ情報をお伝えしていきます。引き続き応援どうぞよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。